はい。そう、それお見本でこの中から選んでもらえたらなと思って持ってきました。はい。ちょっとなんか初詣の時とかに使えるかなと思って、縁起のいい絵をどうでしょうか。可愛い。可愛い。可愛いですね。お二人の方が可愛いですよ。僕先生からそこで入れていただいて。でもマナーを勉強すると、あの姿勢もピシッとするし、上品だしね、あのいいところ、いいことばっかりですね。私は本来下品な女。何をおっしゃいます。あのウォーキングにイチコロですよ。ねえ。これってもうちょっと向こう行ってもいいですか。あ、大丈夫です。なじませ。あ、大丈夫大丈夫。うん、真っ黒いのでもいい。横、あ、違う、そう、ちょっと横。行って戻る。あ、そのぐらいで見れちゃう。最高ですよ、その角度。はい、ちょっと戻す。そう。でちょっと濃いな。濃いね。先生の時水多すぎるんですか。つける量がちょっと多いのかもしれないで。でもね、あのセンス。確かに。先の方にだけっておっしゃってましたね。そうなんですね。あ、はい、先生のすごい水分つけすぎちゃうお習字いやでもあの扇子の方に書くと結構この紙質変わるので、そのぐらい黒い方が映えると思います、うん、はい。あ、お二人ともお上手ですよ。心を入れます。心を入れましょう。あ、心だ。喋ってていいのかな。あ、ちゃんと心書いちゃダメなの。そうですね、見えるようにするって感じかな。そして人。そう。あ、ミレイちゃんすごい美しいじゃないですか。そうですか。うん、素晴らしいですよ。あ、心がいい感じに書きます。うん。あ、尾形先生もさすがですね。あ、すごい。先生ですね。じゃあ尾形僕じゃん。名前一緒？名前一緒なの？僕じゃん先生、弟子に。小牧禅。小さい。小さい。他のとこ変えないんですね。そうですか。なんか先生の人はちゃんとさすなのに、私なんか人になっちゃう。ああ、そうですね。同じ距離感じゃなく、ちょっと詰めるところを集めて重ねちゃったらいいと思いますね。はい、うん。でもミレちゃん方向性は間違ってない。うん。難しい。難しい？大丈夫。応援してますからね。尾形先生素敵。その細さはまたいいですね。かすれも、うん、素晴らしい。小枝をもう細くね、入ってるのかどうか分かんないぐらいでも大丈夫ですからね。これなんか撮影忘れて夢中になっちゃう。夢中になっちゃう。嬉しいな。忘れて、なんか夢中で。その言葉が嬉しい。棒みたいになっちゃった。棒みたいになっちゃった。そっか、葉っぱあるところは途切れて、全部ねつなげなくて大丈夫ですよ。見えるところにしよう。そうそうそう、おっしゃる通り。そうでした。難しい、これ大丈夫かな。大丈夫。